僕の新しい本、日常は情報戦が好評発売中です。情報過多な現代社会を生き抜くために必要なことが書かれていますので、ぜひご覧いただければと思います。さて、9月27日に行われる安倍元総理の国葬なんですが、もうなんだかちょっとうんざりしてきましたね。うんざりっていうのは反対派の行動に対してですよ。英国のエリザベス女王が亡くなりましたが、そっちは本物の国葬で、安倍のは偽物の国葬だみたいに言ってるやつもいるでしょう。とにかく何でもいいから安倍元総理を貶めてやろうという意思を感じます。野党議員も活気づいていますよね。立憲民主党の辻元清美議員は、国葬の招待状は来たけど欠席するとツイッターに画像付きで投稿していますよ。反安倍の人たちに対するパフォーマンスですよね。さらに蓮舫議員も、閣議決定だけで決めるのはおかしいとして欠席を表明しています。この手のパフォーマンスというのは反安倍派の人は喜ぶと思うんですよ。ただそうじゃない人って、それで蓮舫さん支持しようとかってならんでしょう。むしろ嫌悪感持つ人も出てくるんじゃないでしょうか。ちなみに蓮舫さんはそんな最中にもブーメランを投げるという抜け目のなさがあります。こんなツイートをしていました。講演、祝辞、挨拶等の依頼を受けた場合、どういう団体組織なのか、何の集会なのか、どんな方々が集まるのか、話す内容への依頼はどういうものか、過去どんな方がゲストで招かれたか、これらを聞くって当たり前ですよね。統一教会の件でおっしゃってるんでしょうが、その言葉ってね、立憲民主党の執行部の方々にも突き刺さらないでしょうか。当時は知らなかったとか、それ自民党と同じ言い訳しているわけですからね。立憲民主党はいいんでしょうか。一方その頃、国葬への参加を表明する動きもありますね。千葉県の熊谷知事と佐野県議会議長は国葬への参加を表明したんですよね。さらに国葬当日には県庁前で掲揚している日章旗や県旗を半旗として弔意を示すということにしています。そして追撃の正論ラッシュもあります。知事は県庁での定例会見で、国から招待があれば粛々と出席したい、市長時代にも国との連携で故安倍元総理とやり取りをした、しっかりとお悔やみの気持ちを伝えたいと明言。国葬に関する議論については健全な民主主義の表れだ、政府が国葬と決めたのならそれにふさわしい対応するのが我々の役割、国葬の是非は政府がお決めになることと話した。その上で各自治体や学校に弔意表明を要請していない現時点での政府の対応に触れ、国葬は国を挙げての取り組みだ、外国から多数の首脳クラスが来られるのに我が国がどこにおいても弔意を表明していない状況が本当にふさわしいのかと疑問し、国葬と決めたなら国民にしっかりと説明し、国葬にふさわしい対応をしていくべきではないかと政府に毅然とした対応を求めた。ああ、これはめちゃくちゃ同意しますね。最後の言葉は岸田政権に葉っぱをかけるものですよ。今政権の対応が後手に回りすぎてですね、それがこう余計に不信感を招く要因になってしまっているんじゃないでしょうか。もっとしっかりやってくれよという話です。こういう話って国会議員、特にその自民党の議員とかが積極的に言うべき話ではありますよね。今ちょっとね、旧統一教会問題の方にこうなんか足を引っ張られてるのか何なのか分かりませんけれども、自民党ね。というところで今日は以上です。チャンネル登録、そしてこのね、日常は情報戦もお買い求めいただければと思います。